こんばんは。前回の続きからやっていこうと思います。ではやっていきます。作ってるかな、上は。屋根をつけたいですね、ここに。ちょっと屋根をつけていきましょうかね。ガラス、あれ、素材でガラスじゃなかったっけな。あった、48個。これ出して屋根の素材は あるね。ちょっと使えそうなのは、これと色が違うやつが良さそう。これでいいね。とりあえずここの上に、よいしょ、置けない？こんな感じ。あ、色がなんかちょっと違うな。こうなるのかな。あー、なるほど。とりあえず足場作りますか。まあ、こんな感じですね。窓を入れてこんな感じにしてみました。あと屋根を今から作ります。どうしようかな。とりあえずこれでいいかな。こっちは落ちちゃった。しまった。ちょっと、あ、落ちた。足りるかな。あと何個。2箇所ね。これでいいかな。合うかな、色的には。同じのがいいのかな。あ、でもこの色でもおかしくないね。よし、OK。あとはね、中見えないからね、もったいないからね、砂にしちゃいます。材料は。あ、間違った。あとはこれ。こんな感じ。まあ悪くない。まだもうちょっと広い方がいいかな。まあ悪くないんじゃないですかね。横、もうちょっと広げるか、ここ。もうちょっとあった方がいいな。なんか見えた方が。こんな感じ。お、シドウが見える。こんな感じですね。ここね、ちょっとね、ないんですよね。こっち見晴らしが悪いな。ここをトイレに。で、タオルつけて、で、壺をこう。これでトイレでしょ。超小さいトイレ。OKOK。で、2箇所目のトイレできた。どこから取り出しておくか。あ、できた。ありがたい。イエーイ。
これも全部回収でいいね。来た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 、カルロ来た、カルロ、おい、どこ行く、どこ行く、どこ行く、おいおい、ここいるよ俺は、ほらダハハハ。ひとまずゴルオン酒場の設計図が完成したな。完成はめでたいし、今すぐ仕上げに入ってほしい。だがしかし、その前に聞いたぜ、ダイヤモンドを手に入れて三鏡のコテをひらめいたって。うん、これはね、ひらめいて、これをゴルドンに持たせたらいいって言われました。しかもそいつはゴルドン用の装備品らしいじゃねえか。うん、はい、全くビルダーっていうのはどこまでもすごいな。それがあればメドーサボールとも戦えるぞ。うん、なんか反射できるっていうかね。こいつは俺が渡しておいた古びた鉱石の出番が来たみたいだ。戦いの前に三鏡のコテを作ってくれ。あ、三鏡のコテはダイヤモンド、金のインゴと古びた鉱石。ああ、そうなんだ。完成したら早速ゴルドンに装備させてやってくれ。オッケーオッケー、やろう。あ、ここまで来たらついでに、あ、トイレ並んでる。見てください、みんなすごい並んでます。トイレ一箇所じゃないかわいそうここトイレにしようかな。じゃあここも狭いけど、あのね、カビいらないんですよね。ここに扉つけて置いたらいいと思うんですけどね。そこトイレにしようかな、かわいそうだから。あ、武器ね、装備。あれ、こっちじゃないの？こっち？あー、こっちなんだ。兵器、これだね。イエーイ。これをゴールドに。使うっていうのがあるな。どういうことこれ。おお、それが三鏡のコテか。俺のために作ってくれたんだな、ありがとう。これでペロのために戦える。早速俺に渡してくれ。はい、よーし、それじゃあいつものように思いっきり来い。あー、投げるのね。おりゃー、おお、いいね。装備できた。これで石化攻撃防げる。これでメドーサボールと戦える。いいね、やっぱりものづくりいい。昔の島の人たち、成功夢見て鉱石掘ったけど、鉱石が欲望と争い生んだ。でも俺、人間信じる。人間夢見ないダメ、人間物作らないダメ。メドーサボール倒せばきっとペロの石化は解けるはずだ。その時来たら、その時来たら頼むぞ。その時来たら頼む、その時が来たらじゃないんだね。おお、すごい、みんな。じゃあそろそろ戦いかな。ほら、じゃあゴルドンのやつバッチリ三鏡のコテを装備できたな。これでメドーサボールとも戦えるぞ。メドーサボールがゴルドンから奪った力を取り返せば島にゴールドラッシュが戻るだろう。メドーサボールは教団から派遣されたこの島の総督だ。やつを倒すことが島の解放にもつながるぜ。ところでだ、設計図は全て完成したはずだが、何か足りない気がするのは俺だけか。ダハ、知ってるぜ。お前さんのことは何かとっておき、あ、お前さんのことだ。何かとっておきを考えてるんだろ。さあさあ、もったいづけず早いとこゴルドン酒場を完成させてくれ。この島とペロを救うためにな。ダイヤモンド使うって言ってたよね。ゴルドンヘッド、金とダイヤモンドで再現したゴールドマンの頭部。おお、
出ました、アーマン。ビルダーたるあなたのお導きでついに最後の設計図も組み上がりました。しかし私だって気がついていますよ。酒場の完成にはまだ何か足りないと。さあさあ教えてください。最後に何を作るおつもりなんです。幅はなんとゴルドンヘッドをてっぺんに取り付けて酒場の象徴にするですか。なるほど、このためにダイヤモンドを必要とされていたんですね。では早速金とダイヤモンドでゴルドンヘッドを作ってください。 OK、 作りましょう。さあいよいよ酒場の完成です。ゴルドンヘッドを作って目印の場所に取り付けてください。やろう。あ、ここ、こっちに来た。あ、もう盾はもう作れないのか、残念だな。大砲とか作れないのかな。前はね、こう大砲のマークがあるじゃないですか、左に。兵器、機械、これがね楽だったんですけどね。これ1個でいいのかな。すごい。待って、ついに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 ゴルドン酒場が完成しましたね。やったぜ。できた。いやいいね、これ素晴らしい。踊るとこもあるし。イエーイ、来るな。この酒場なんだか俺に似てる。本当だ、そっくり。そうか、これは鉱山の守り神でもあるゴルドンさんに似せたバーなんですね。まさにゴルドン酒場だ。うふ、これはメドーサボールも黙っちゃいられないでしょうね。血相を変えて地下から飛び出してくるわ。そして襲ってきたところをみんなでぶっ倒せばゴルドンの力も戻ってペロの石化を解いてやれるわけだな。来ちゃうね、こら。お恥ずかしながら今まで私は魔物が来ても怖くて逃げ回っていました。アーマンね、どこいる、アーマン。あ、アーマンどこいるんだよ。どこで喋ってんの、アーマン。しかしこれからは私も戦います。誰あろう娘のペロを助けるためなら命など惜しくはありません。ペロちゃんのためだもの、私も魔物と戦うわよ。え、オンバもどこにいるの、それでみんな。え、どこで喋ってんのかな。おばさんもう逃げないわ。おお、オイラも戦うぞ。オイラ魔物恐怖症だけどペロ助けるためなら何でもするぞ。フィアンセであるペロを助けるためだ。俺も命なんか捨てる覚悟だぜ。僕も、僕もやります。マイスイートハニー、ペロさんを助けるために。お前たちいい伊勢じゃないか。ペロのためにみんなで暴れようぜ。えい、来るな。あれ、もう来るんじゃないの。いやいやいや、来るね。うごごご、みんな敵の気配だ。準備して本当に行こう。みんなに装備させたんで行きますかね。やろう。金ピカの酒場に引き寄せられて魔物どもの軍勢が迫ってきてるみたいだぞ。間違いない、メドーサボールの気配もあるぜ。こいつは狙い通りだな。だがまずは配下の魔物どもが攻めてくるみたいだ。順番にぶっ潰してやるとしよう。そういやアーマンやアラクレどもも戦うって言ってやがったな。あいつらにも武器を装備させておきをしました。さあどうだ、魔物どもを蹴散らす準備はいいか。 OK、 やりましょう。うごご、俺もやるぞ。魔物を倒してペロ助ける、お願い。来る場所は大体もう決まってるんですね。こっちでしょ。行こうみんな。
そう簡単にはやられないぜ。全部鉄だから。痛い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 。みんな強い。次来る。いきなりか。なんか毒吐きそうなやつ。うわうわ嫌だ。あー眠っちゃった。危ない。痛い。痛い。どこいる？あれか。いや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 、あれか。痛い。痛い。あ、いける。食らえや。痛い。痛い。みんなやられてる。あっちもいるの。見たいかよ。痛いよ。あ、みんな来て。やばいやばいやばい。できる。ドン。あ、ドラゴンまでいるんだ。ドラゴンめんどくさいんですよ。回転するんですよ、赤く光ったら。であとはね、そしたらね、近くやればいい。次は結構開けなかった。あ、レベル上がった。ラッキー。なんかひらめた。あー盾ね。なんかね、鍋の蓋みたいなやつなんですよ今盾が。イエーイ。すぐ来る。よかった。メドーサボールの配下の魔物たち倒せたぞ。気配がするぜ。次はいよいよメドーサボールのやつがお出ましみたいだな。俺に乗って戦え。石化攻撃防ぐ。三日の小手、お前の方がうまく使える。メドーサボールの石化攻撃、三日の小手なら防げる。俺をうまく動かして弾いてくれ。さあ戦う準備できたら俺の肩に乗るんだ。マジか。よしよし、うまく乗れたな。メドーサボールを倒してペロを必ず助ける。俺たちなら絶対できる。さあ指導のところに行くぞ。あ、これで話。やばい、大丈夫かな。どうやって防げるかも分かんないけど。あ、ガードって出てる。ジャンプ、ガード、攻撃は攻撃。あ、いいね。 OKOK やろう。ははは、うまいことゴルドンに乗れたな。結構様になってるぜ。いよいよメドサボールが攻めてきやがる。どうだ、戦いの準備はいいか。いいよ、やろう。ペロのやつには穴から助けてもらった借りがある。今度は俺たちが助けてやらなきゃな。あ、一番最初に助けてもらったね。うん、律儀だ。それにしても不思議なやつらだぜ。あんなにビビってやがったのにペロを助けるためならって、自分よりペロを気にして戦うなんて。ひょっとしてこれが。どうした。まあいい、とにかく行くぞ。ペロのためにメドーサボールをぶっ倒そうぜ。え、どっから来んの。え、え、え、マジ。俺建物とか建て、いや建物全部消えましたけど。
ジかよ。ああもう全部なくなりました、建物が。許さない、美しいもの、光り輝くもの、私絶対許さない。私への視線奪うもの、私から視界奪うもの、全部全部石にする。それが私の役目、ハーゴン様の破壊の教え。マジか、なんてことを。メドーサボールの石化攻撃、三鏡のコテで跳ね返す。光線来たら正面から腕で受け止める。そしたら反射してあいつに当てられる。マジか、もういきなり。いいね、今だ、行こうぜみんな。あー手下を呼んだ、マジか。雑魚やんないといけないね。強っ。マジ？何これ。あ、いあかん。あ、金のインゴ、ん？どうした？どうしたんだよ。ゴルちゃんどうした、ゴルちゃん。金のインゴット、あ、インゴットやるの、やったらいいの。マジか、金のインゴットどこにあったっけ。こっちか、これ。よかった、そういうことね。あ、ちょ、正面やったね。あ、ちょっとずれてる。あ、アンレマ。おりゃ。いや、まだまだ全然じゃん。呼んじゃったよ。いや、やば。やば。そっち？2体とか、ちょっと騙されるダメ。片方本物、もう片方幻。よく見ろ、お前なら本物わかる。え？マジか。
もうなんてこったい。あちゃ、これ何してんだい。違う、もうここぜ。やば、どこ行った確かに。いや、いっぱい。あれ、これか。いや、また参ったね。あれどこ行った？よし、次は来たん、いいか。え、なってんのこれ。これダメか。いや、やべえ。やばいやん。これこいつか。違う。危なかった。なんかある。始まりの黄金を手に入れた。建物が真っさらに、電車も走れちゃって。これやったな。メドーサボールをぶっ倒したぜ。これでペロの石化も解けるはずだな。ところでお前今何か拾ってなかったか。おお、ケンさん、ありがとうございます。よくメドーサボールを倒してくれました。これでペロも救われることでしょう。うふ、島の総督であるメドーサボールを倒したってことはこの島も教団の支配から解放されるわね。今は教団なんかよりペロだ。待ってろよペロ、今助けてやるぜ。ああペロさん、僕はやりました。僕を主軸とした僕とその仲間たちがあなたのために。おいおい、うわすごい。
ペロを助ける、でもまだやることある。ん？やることだと。とりあえずだ、魔物どもに壊された建物はビルダーである俺たちが修復しておこう。お願い、助かる。よかった、ほぼ元通りだね。お前本当にすごい、よくメドーサボール倒してくれた。俺ん、俺前話した、力完全に取り戻すには特別な道具いる。メドーサボール持ってきた。始まりの黄金使えばそれ道具作れる。それ道具で力戻れば俺大好きなペロを救えるんだ。さあ鉄の作業台使って、始まりの黄金と金銀銅のインゴットで俺に力を与えるもの作ってくれ。ピキーンかな。やっはー、黄金の輝き作ろう。作ろうね。あ、この一番上にあるわ。いや、なんかすごいことなってるよ。できた、できたぞ。うごご、黄金の輝きできたんだな。さすがだぞ。それあれば俺力戻る。ペロ元通り、鉱石も元通り。さあその黄金の輝き俺にくれ。どうぞ。おお、ありがとう。これでペロ助けられるぞ。いよいよだぜ、いよいよペロの石化を解いてやれるんだ。そしてそしてゴルドンに力が戻るってことはゴールドラッシュも戻るってことね。終わりか、このマップ。その通りだ、みんな待たせて悪かった。そして今まで金や銀や銅をくれてありがとう。この黄金の輝き使ったら俺消える。え、何、どうしてだ。俺この酒場と一つになる。そうすれば島全体に鉱石戻る。ペロも石化解ける。あ、幅はしかし、それではみんなのため、ペロのためなら俺大丈夫。俺消えても後悔ない。あら、あのモンゾーラの時の人と一緒だ。なんか魔物なのにいい人。いい人って言い方もおかしいけど、いいやつ。ありがとう、俺みんなと一緒で楽しかったぞ。マジか。すげえ。いや、すごい。うわ、いっぱいなっちゃった。オッカムルにゴールドラッシュが戻った。うわ、見えない。そして建物建て、屋根建て作っちゃったから。いや、もう、建物の位置が悪い。アングルが変えられない、しかも。ダメじゃない？ペロちゃんが、あ、戻った。ここ戻るとこ見えなかったの、やだな。あれ、私どうして。じゃあこれうかつに屋根作れないじゃないですか、こうやってね。建物作ったけど、パーティーは終わっちゃったの。ペロペロペロ、うおー。え、どうしたのよパパ、急に荒くれみたいな声を出して。そういえばゴルドンは、その夜ペロの回復と鉱石の復活を祝って盛大な宴が開かれた。荒くれたちはペロをもみくちゃにしながらも、これからの 鉱石採掘に 筋肉を厚くした。ペロはもみくちゃにされながらも消えてしまったゴルドンに思いを馳せていた。
そして夜が明けた。この音楽なんだね絶対。うふふ、昨日はとても楽しかったわね。パパや荒くれたちがやたらベタベタしてきてちょっぴり鬱陶しかったけど、話は全部聞いたわ。私が元に戻れたのも、鉱石が戻ったのも、全部はあなたとゴルドンのおかげ。本当にどうもありがとう。お前たちが言ってたことようやく分かった気がするぜ。自分を犠牲にしてでも誰かを助ける、それが愛ってやつなんだろう。くだらない気もするが、まあ悪くはないな。指導ったら素直じゃないんだから。さあこれからこの島はゴールドラッシュに沸き立つはずよ。ゴルドンがいないのはやっぱり悲しいけど、あの子のためにも頑張らなきゃ。あ、残るか。じゃあペロは、ペロなぜ悲しいの。この声ゴルドン、俺酒場と一つになった。いつでもここでみんなを見守ってる。俺いつもみんなと一緒だから悲しむことない。いやいいね。そっかそうよね。ありがとうゴルドン、あなたのこと大好きよ。あ、そうだったわ。ケンシド、あなたたち何か大切なこと忘れてない？アラポ島かな。今回はここまでにしたいと思います。次回はこの続き、この子もこの続きからやっていきます。ご視聴ありがとうございました。あらららら、なんか褒められてる。